当日に調達するっていう、なんか予約とかも全くせず、適当加減がさ分かるよね。一人身の女二人のクリスマスなんてこんなもんよねって言って言いながら、でも準備したんですけど、でも意外とね揃いましたね。意外とちゃんとクリスマスっぽくなった。豆の目さん、おつさんこんばんは、のぼるさんこんばんは、かがみさんこんばんは、けんさん雪の結晶ありがとうございます。わかる、クリスマス終わるのめっちゃ寂しいよね。けんさん流れ星ありがとうございます。いちささんこんばんは、豆の目さん雪だるまありがとうございます。そうそうそう、わかる。クリスマスってさ、なんか雰囲気が私めっちゃ好きだからさ、なんかこうして終わっていってしまうのすごい寂しいなと思いつつ。慎太郎さんこんばんは、ガウさんラブレターありがとうございます、ワイマツさんこんばんは、ハコーシーさんこんばんは。そう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 、いやわかる、大晦日楽しいけどさ1日しかないじゃん。なんかさ、クリスマスってさクリスマスシーズンとかあるけどさ、大晦日ってシーズンとかないやん。大晦日シーズンとかないじゃんっていうね。めんどくさい。ヒロシンさん、プラムさんこんばんは、メリクリー、ミライさんこんばんは。そうそうそう、なんかねみたいな、まあいいんだけれどもさ、そうなんかね寂しいですよね、すごい。そうなんかね、チキンとかね、あのケンタッキーみたいなやつじゃなくて、なんかあのローストチキンみたいな方ねを買ったりとか、まあやっぱね、さすがクリスマスですよね。やっぱあの在庫数とかも多くて、もうどこもかしこも売ってるみたいな感じでね、全然困らなかった、むしろ。そう、あ全然売ってんじゃんとか言って、適当に準備をして、でなんか友達がおすすめしてくれた、なんかカルディの桃のワインみたいな、なんか白ワインベースみたいな感じなんだけど、甘みがあって割とこう飲みやすいみたいな。私がさワイン飲めないの知ってるんだけど、なんかこれだったら飲めると思うよって言われて、とりあえず買ってみようって言われて、いいよって言って買って飲んだらめっちゃ美味しくて、あこれなら飲めるってなりましたね。優しいですよね、私がさワイン飲めないの知っててさこれなら飲めると思うよとか言って、恵まれてます非常に。お豆腐さん、けいちゃん、ドリーマーさん、そういちさんこんばんは、やけるさんこんばんは、すけひらさん、よしさん、もとゆきさんこんばんは、 BPM108 さんこんばんは、しゅうがきさん、これなんだろう、なんか銀テープ、ありがとうございます。そうそう、急にねお正月シーズンっていうかお正月モード、毎大晦日作ってる26歳なるほどね、そのクリスマスからのね空白のあるね。総一さん、金のアヒルちゃんありがとうございます、お豆腐さんこんばんは、って私言ったかな。ソーリーさん、ふうこさんこんばんは、お豆腐さん、くまちゃんオーナメントありがとうございます、君ぞろさん、いける決勝ありがとうございます。名前なんだったかな、忘れちゃった、なんかなんだったっけ、ペスカみたいな。お刺身さん、さんちゃんこんばんは、そうなんかそんな感じだった気がする、確か。検索したら出てくると思う。今日前の画像だけど、ギリギリだけど、メリクリー、お刺身さん、池田決勝ありがとうございます、私言ったのかな。伊賀の島さんこんばんは、金銀紙吹雪、あ紙吹雪ね、はいはい、ありがとうございます。越冬クリーム1個目なくなりました、もうあっという間に消費してしまった。カンさんこんばんは、前も桃のワイン飲んだ、上越の岩の原ぶどう園ってとこのワイン、ネクターみたい、へえネクターみたいだとまたちょっと違いそうだね、美味しそう。ウイスキーの
古紙の何忍び忍ぶ何やっぱお酒飲むよね。そうそう、あとはねほろ酔いを飲みましたね。カシオレ、新潟で買った。確かにコシのなんとかってね新潟って感じするね。ファンタンさんこんばんは。そう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 、なんか友達が来る用と、あとまあ年末のね大掃除用っていう感じで、なんかすごいさ掃除とかさ片付けとか頑張ってたんだけどさ、来る前ねなんか急にさ一人になっちゃったからさ、今もうなんか急にやる気なくなっちゃって、燃え尽き症候群って感じ。ガードマンさん、リベドラさんこんばんは。リベドラさんハートありがとうございます。そう、あらクリスマス飲まなかった、あえてこの分だと一冬で4個くらい使うね。え本当にね、本当にねって感じ。明日買ってこようかな。ねえ、毎日配信も193日を迎えてあっという間ですね、マジで。こんなに続くと思ってなかったな。すごいよねマジで200日。だってさ1年の半分以上いってるよねもうね。あと165日でしょ200日いったら。すごい。そうだね年明け、うんうん。ケースケイさんこんばんは。アットコスメで買ったやつ、あ、本当？やっぱいいよね。アットコスメいいよね。何でも売ってるし、困らない。アッキーさんこんばんは。そう。タナさんお疲れありがとうございます。元日200日え、うん、なんかそんな気がするよね多分。え、今日が193日目。私もう15分経ったのかな。これは経ってないね。KSK さんハートありがとうございます。この時期レジの行列、あーそっかそっか、そうだよね。みんなね自分へのご褒美とかさ、まあプレゼントとかね誰かへのいろいろありますからねこの時期はね。フレッシュミオリンさんこんばんは。ね大晦日かな、どっちでもいいよね。なんかキリがいいっていうか。カズエさん、あ、これなんだっけ、どうもありがとうございます。カピオジさん、カズエさんこんばんは。まあまあのご褒美考えとか、え、嬉しい、やったねみんなを付き合わせてるのに私がご褒美もらえるシステムいいのそんなありがたいことあるフレッシュミオリンさんプレゼントありがとうございます。自分へのクリスマスプレゼントはまじゃない、うわー嬉しい、そんなこと言ってもらってありがとうございます。ゆとさん、ゆきゆきしてありがとうございます。こんばんは。よいしょ、
ゆとさん流れ星ありがとうございます。あ、紙吹雪もありがとうございます。いやもう年末か。ガチで次のイベ何持っていこう、ネタ切れ。そんな気使わないで、全然本当に。今度彼氏プレゼントします。お願いします。結構懇願レベルなんですけど、本当にいいの？それが一番嬉しいかも。優しくて注文制、優しくて、あとなんだろう、私のこと大好きな人。そんな人いないから。756さん、グフさん、クーさん、こんばんは。クリスマスらしいもの何か食した？ローストチキンを食べました昨日。そう、なんかローストチキンとピザととか思ったけど、ピザは無理だねってなってやめました。そう、捕まえるとこから順。そして、なんだろうね、あとはおしゃれな人とかいいかも。おしゃれな人っていうか服が好きな人とか、あとなんだろうね、理想の人でしょ。あとはなんだろう、身長高かったら嬉しいかな。175ぐらい以上あったら嬉しい。私がでかいからね。グフさん、ハートありがとうございます。ピザは無理、最近そう、最近ピザ無理。なんか違う、あのピザとなんとかが無理なのよ。ピザ単品はいけるけど、ピザと何々が無理で、しかも油っぽい系のやつ。179すごい。打撃天使さんこんばんは。 FTO さんこんばんは。おしゃれな175以上人間じゃないか、使わない。人間だよ。いるいる、全然。あ、今日で193日か。ってなったらやっぱりあれじゃない、年明けじゃないっていう気がするんですけど。だって明日で194、26でしょ、27で195、28、196、29、197、30、198、31、199、1、200じゃない？で、1日じゃん。すごくない？すごくない？新年とともに200日を迎えるってめちゃくちゃめでたい。革ジャン番長さんこんばんは。メリークリスマス。メリークリです。グフさん、ハートありがとうございます。スキンケアが終わったので20分くらいにやめようかな。髪を乾かさないといけない。で、そんなことをしてたら私はもう疲れました。非常に久しぶりにすごいなんか疲労感が、なんかまつげ伸びた、何、なんか右目のまつげめっちゃ長いけど、なんで。調子がいいですね。今日もどっか行って、今日はなんか適当に起きて東京駅の方にランチしに行って、しかも別にめっちゃ目的があったとかじゃなくて、なんか適当に行って、で親子丼食べて帰ってきた。おもろくない？で、しかもあのなんだっけ、
その後もう一回うちに帰ってきて、なんかだいぶ早い時間にさあれしたの、飽きたの外出で、もう一回うちに帰ってきて二人でテレビ見て帰りました。友達おもろくね、何してんのっていう。親子丼食べた。ギバさん、タルチンさん、こんばんは。今までの、あ、待って待って、今までの条件すべて合致してるのに、いかんせんルックスが怪物劇場。いや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 、そんなことない。髪を乾かしてくるから、うわ、髪乾かしてほしいね。チキン食べて泳ぐ、確かに言われなかったら気づかなかった。確かにそうだね。そうっていう、なんかまったりクリスマスを過ごしましたね。なんかあのどっかに買い物に行ってとか、なんかこう なんていうの、特別なところに行ってと なんかそういうんじゃなくて、で東京駅付近を散歩しながらみたいな感じですかね。やってることはめっちゃデートみたいなんだけどな、男性が女っていう。いいよね別に女でもね、女同士でいいですよね。そう、何ですか自分で言って逆ギレ。ウーバーでパエリア頼んだけど小さくて、ああ悲しい。どうも何も好きじゃないから。ああ親子丼とかは好き、ママがよく作ってくれたりしたから。シグさんこんばんは。まあママのと全然違ったけどさ、すごい美味しかったよ、名古屋コーチンのやつ。あ、シグさん、サンタさんありがとうございます。ソリー、そうそう、そういいんですよ特別じゃなくて、ドンテンさん、シンクレアさん、こんばんは。20分過ぎましたね。私はそろそろ髪を乾かしましょうかね。じゃあ、あ、ガウさん髪吹雪ありがとうございます。明日はどうしようかな。明日もしかしたら朝メイク配信するかもって感じ。朝っていうか、でもなんかすごい微妙な時間にするかもしれませんっていう感じですかね。はい、お時間が合う方は来てください。仕事しててママと出ていけないけど、あ、大丈夫だよ。お仕事お疲れ様、本当に。まあまあの朝って15時長い。確かに日中名古屋コーチもやっぱお肉は、うん、プリプリだった。すごいお肉なのにプリプリだねっていう話をねしました。ドンテンさんハートありがとうございます。めっちゃ美味しかった。近い時はクリスマスとか意識、そうだよね。しかもさ、今日みたいなさ月曜日とかなんてさ、もうただの平日だからね。ね、イルミネーションとかクリスマスマーケットとかもね、今日までだからね、全部ね。だいたい品川駅でリア充でもいいで、本当ね。本当ね、いやだね。ま、私たちもね今日配信でこうして会えたのでリア充ということで、ちょっと顔も出さずに申し訳ありませんが、私はさっさと寝たいと思います。皆様ありがとうございました。短い時間でしたが、また明日お会いしましょう。ありがとう、おやすみ、ゆっくり休んでね。ありがとう。バイバイ。おやすみ。